どうも、あえちゃんです。皆さん、先週のワンピースは見ましたでしょうか？カムサリシャンクスめちゃめちゃかっこよかった。いや、あのシーンはアニメで出すなんてほぼ映画じゃねえかよっていうぐらいクオリティが高すぎて、マジで驚きがすごかったなっていう感じですね。で、カムサリシャンクス、個人的には今月もしかして来月もう近々ですけれども、まあ、実装するんじゃないのかなと思います。ツイッターで、アラサウ星人さんっていう方が、コラ画像を使ってるんですけれども、このコラ画像を作ってるのがめちゃめちゃリアルすぎるんですよね。まずこの、エルバフ・シャンクス登場、超レジェンダリーキャラ、赤のアタッカーということで、まあ、画像を見ると、これ作ったって考えるとマジですごいよね。こんな作れんの俺にはできない、本当に天才だと思いますね。で、しかも、スキルとかも作っていますし、まあ、エルワフ、シャンクスとかで、カムサリ、スキル値。で、スキル2が、そんなに怖いか、新時代がっていうのが2つのスキルがございますね。めちゃめちゃかっこいいですね。これ画像を作るだけでもめちゃめちゃ大変なんじゃないのかなと思うんですよ。自分も過去にエンマゾロの画像作ったんですけど、めちゃめちゃ大変でしたね。こんなにリアルに作るのっていうのはかなり難しいんじゃないのかなと思いますね。で、皆さんが肝心なのはですけれども、ダイヤの確定数って何個ぐらいなのか、それともチケットはどれぐらいなのかって一番気になりますよね。今回ですけども、そちらについて話していきたいなと思います。まあ、最近ですけれども、ルッチでダイヤの予想とかですね、チケットの予想も上げてきたんですけれども、まあ、最近来ていた、まあ、超フェスのですけれども、キャラクターたちの大体のダイヤとかチケットを見ていきますと、まあ、ダイヤ自体の平均がですけども、だいたい3000から4000の間ですね。なので3000、500個ぐらいあれば、まあ、確定でまず手に入るんじゃないのかなと思います。チケットが今安くてですが、セラフィムが22,400円。で、一番高くて2価44,800円。なので、高くても45,000円ぐらいなのかなと個人的には思っています。まあ45,000円以内でダイヤが3,500ぐらいで手に入るんじゃないのかなと思っています。で、カムサリシャンクスは赤アタッカーで来るんかな。まあそれもちょっと楽しみなんですけれども、まあルッチが俺黒特性としてシャンクスが赤だと思ってるんですよね。で、新しいまた新技とかあるのかなと思いますので、やっぱ 5.5 周年ってかなりね、大イベントとなっていますので、皆さんそこの新しい環境もね、楽しみに待ちましょう。早くエルバフシャンクス来てくれー。